こんにちは、元海上自衛官の狼少佐です。自衛隊や世界のニュースを面白く分かりやすく解説しています。週数回程度不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると最新動画が簡単にご覧いただけます。今回から国際法入門というシリーズをやっていきますが、その第1弾は国際法の意義です。国際法そのものがどういうものかということについては、以前出した国際法の基礎という動画で解説していますので、よろしければ概要欄からご覧いただきたいのですが、簡単に説明すると、国際法は国際社会におけるルールで、国家間の約束である条約と慣習によって形作られてきたものです。国際法は英語だとインターナショナルロー、なので日本語に訳す際に国際法となったのは至極当然ですが、一般的に考えられる法律、国内法とは似ているようで違う部分が多々あります。その最たるものが、国際法には国内法と違って司法、立法、行政にあたる中央集権的な機関が存在しないこと。一部の機能については国際司法裁判所などが持っていたりもしますが、日本の裁判所や国会、内閣に相当するほどの力を単独で持ってはいません。条約に参加していない国に対する効力は限定的ですし、法の解釈についても複数の異なる考え方がありますし、仮に違法性を国際司法裁判所や常設仲裁裁判所などの司法機関が認定しても、これらの機関は強制力を持っていませんから、訴えられた国が判決を突っぱねてしまうこともあります。有名な事例では、1986年にアメリカがニカラグアに対して武力行使と内政干渉を行ったニカラグア事件、それと中国が南シナ海の領有権を主張していたいわゆる九段線について、2016年に国際法上の根拠がないとの判決が出た南シナ海判決などがあります。ニカラグア事件は国際司法裁判所、南シナ海判決は常設仲裁裁判所が判決を下しましたが、結論から言えばどちらも判決を突っぱねています。ニカラグア事件でアメリカは国際司法裁判所が命じたニカラグアへの損害賠償を履行していませんし、ニカラグアが判決の履行を求めて国連の安全保障理事会に提訴しても、アメリカの拒否権によって否決されました。南シナ海判決について、中国は判決後、判決は違法で無効なので拘束力を持たず中国は受け入れず認めないとの声明を発表。中国外務省の報道官に至っては、この判決を紙くずとまで言っています。また2022年2月に起きたロシアによるウクライナ侵略についても、国際司法裁判所は3月16日に国際法に照らして重大な問題を提起しているとウクライナ側の訴えを認め、ロシアに対して直ちに軍事行動をやめるよう命じる暫定的な命令を出しましたが、ご存知の通りロシアはこれに従ってはいません。いずれも国連安保理の常任理事国によって国際法が軽んじられています。おいおい、なんだよ、アメリカも国際法守ってねえじゃねえか。国際法なんて何の役にも立ってないし紙くずじゃん。結局力こそ正義で強い国は何やってもいいんだって思われたかもしれません。確かに国際法は違法行為を取り締まるには力不足な面があることは否めませんから、力のある国なら破ることも可能ですが、それをもって国際法なんていらないというのはまた違います。いやいや、無法者を取り締まれない法とか意味ないでしょって感じですが、それは国際法を国内法と同じように法と考えてしまうからです。さっきも言いましたが、国際法には司法、立法、行政を担当する中央集権的機関がありませんし、条約を結んでいない国には意味がなかったり解釈の違いなどもあるなど、国内法に比べると非常に曖昧で弱い面があることも否定できません。ですが、国際法は国際社会にとってなくてはならない理由が2つあります。1つ目に、国際法は国際社会の常識であること。常識とは国際社会のみならず、あらゆる社会においてなくてはならないもの、健全な一般人なら共通して持っている、あるいは持っていなければならない普通の知識や思慮分別ですね。たとえ法律に違反する行為でなくても、常識を疑われるようなことをする人って
社会から弾き出されますよね。国際法も同じです。国際法イコール法律ではなく、常識と考えれば常識を逸脱するようなことをする国がどうなるか明白でしょう。ニカラグア事件におけるアメリカや南シナ海判決における中国はそれぞれ判決を履行していませんが、罰を受けていないからといってマイナスがなかったわけではありません。どちらも国際法を遵守しなかったために各国から批判を浴びました。南シナ海問題で何ら国際法の裏付けがないままに領有権を主張する中国は、海洋の自由を重視するアメリカからすれば見過ごすことのできない相手ですが、南シナ海判決を紙くずといった中国に対して、ニカラグア事件で国際司法裁判所の判決に従わなかったアメリカの批判はトーンが弱くなってしまいます。当たり前ですが、ルールを守らなかった国がルールを守らない国を批判しても、お前が言うなってことになってしまいますからね。国際法は国際社会における常識なわけですから、それを破れば世界からは常識のない国とみなされ信用を失います。なので破った瞬間に罰を受けることがなかったとしても、信用という目には見えないものを失い、巡り巡っていつかそのマイナス効果を受けることになってしまいます。2022年から始まったロシアのウクライナ侵略においても、ロシア国際司法裁判所が暫定的停止命令を受けたものの従ってはいないので、法的には罰を受けたわけではありません。ですが多くの国がロシアに対する経済制裁を行ったほか、欧米各国がロシアと戦っているウクライナに対して武器や資金などを援助しています。ロシアはウクライナよりも GDP が10倍くらい大きく、軍事力も同様に大きな開きがありますから、本来であればまともな勝負にはならなかったはずですが、国際法を守らなかったために信用を失い、敵を作ってしまったことでロシアは苦戦することになりました。国際法を守らないということは、言い換えれば常識がないということですから、常識のない国と仲良くしようという国はあまりいません。いや、そうは言っても国際法って結構破られてないって思われるかもしれませんが、基本的には守られているからこそ破られた時に大きく報道されているわけです。また国際法を破った国であっても、国際法自体が無意味だとか、国際法なんて守ってられるかなどという国はまずありません。中国が南シナ海判決で紙くずだと言ったのは判決に対してであって、国際法そのものが紙くずだとは言っていませんからね。ロシアによるウクライナ侵略は第二次世界大戦後の秩序の根幹をなす国連憲章第2条4項にある武力による威嚇または武力の行使に該当する国際法違反ではありますが、ロシアとしてはウクライナ東部にいるロシア系住民をウクライナから守る正当防衛としての特別軍事作戦だと主張していますから、自らを国際法なんて意に介さない無法者だと宣言したわけでもありません。中国やロシアに限った話ではなく、必ずどの国も国際法に触れるような行動を起こす際には大義名分を掲げます。その大義名分こそが国際法、常識であって、自国がきちんと国際法を守る常識的な国家だということをアピールするわけです。なので、もし国際法がなければ常識のないフリーダムな世界になってしまいますから、何も気にすることがなく自由に戦争が起こせる世紀末な世界になってしまいます。国際法がなくてはならない理由の2つ目は、国際法が国際社会における共通言語であるということ。例えば日本の立場を説明する際、日本の国内法における集団的自衛権の範囲を説明するのは至難の業になります。国際法でいうところの集団的自衛権と日本の独自解釈による集団的自衛権には大きな開きがあるからです。大半の人は他の国の憲法や法律にどんなことが書いてあるのかとか、どういった解釈が存在するのかなんて知らないと思いますが、同じように日本の国内事情を理解している人なんてほとんどいませんからね。なのでそうした実情を知らない海外の人、特に軍隊と共同で行う作戦の計画を立案する際などには、国際法をベースに話をしないと話が通じません。国内法はそれぞれの国の事情によって異なりますから、ベースになるのは国際法なわけです。国際法は世界中で通用しますから、共通の土台になりますし、さっきも言ったように国際社会の常識でもありますから、
国際法をベースにして話をすることで信用も得られます。個人間でもそうですが、初対面の人を見極めるのに、まず相手が常識を持っているかどうかって重要な指標になるんじゃないでしょうか。国同士の話し合いでも相手に常識があると分かれば、その後の話もしやすいですからね。ということで、国際法は国際社会における常識であるとともに、国際社会における共通言語でもあるということです。不完全な部分も多い国際法ですが、あるのとないのでは大違いということが分かっていただけたのではないでしょうか。ということは、不完全な俺でもいるのといないのでは大違いってことかな。ということで、国際法の意義でした。いかがでしたか？国際法って国際社会の話なんだから、一般人が知る必要ないんじゃない？って思われるかもしれませんが、民主主義国家において政府は世論を気にしますし、選挙結果で国の方針は大きく変わることがあります。どちらも国民次第なわけですから、国際社会という荒海で国がどういった舵取りをするのかも国民次第です。国際社会には多くの正義が存在し、厳密には正義も悪もないのかもしれませんが、常識や共通の正義がないわけでもありません。少なくとも国がどの方向に行くのか決める際に、国際法は考えるための基礎、そして指標になりますから、基本部分だけでも多くの国民が知っておかないといけないんじゃないでしょうか。国際法ってなんだか難しそうってイメージがあるかもしれませんが、原理原則だけなら国内法よりも覚えることが少ないので、わかりやすいと思います。てか、日本の法律って難しくてよくわかりませんね。まあ、いろいろな事例研究とかやると大変なんですが、専門でやったりしない限りはそこまで理解する必要もないと思うので、重要な部分だけでもわかりやすくこのチャンネルで解説していく予定です。国際社会の平和とか秩序ってどういう理屈で成り立っているのかということについてもやっていく予定ですので、気長にお待ちください。こんなことやあんなことが知りたいということがあれば、ぜひコメント欄へチャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけたら、日本の法律についても勉強します。サブチャンネルもよろしくね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。